リーパーさん、ご案内します。ガマ病院の室内着には。こんばんは。またクソガキどもが騒いでんのか。なあおい、ボスは本当に昔暴力団とつながってたのか。ジェイソン・ポートマンさん、入り口までお越しください。担当の医師がご案内します。繰り返します。ポートマンさん、お待ちしてましたよ。いらっしゃい。担当の医師が診察室にご案内します。入り口までお越しください。なんだ。ああ、お気になさらず。ポートマンさん。あの少年の心臓の価値は知る由もないでしょうがね。それはもちろん。とはいえ、正直なところ。